でも激辛ジョニーズ今日も見直しに火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京四ツ谷にあります、メキシコ料理屋エル・アルボルさんにやってまいりました。こちらですね、辛くてスパイシーな、様々なメキシコ料理が楽しめるところで今回もやっていくんですけども、ハバネロを使った、料理を楽しんでいきたいかなと思います。今日はね、ちょっと一応ね、2品チャレンジしようかなと思いまして、ハバネロを使った、肉詰めと、あとハバネロを使ったエビ炒め、この2つにチャレンジしていきたいかなと思います。まあ、ハバネロといえばね、激辛唐辛子として知られますけれども、一応ね、辛さの値を示す、スコビル値ですね。スコビル値は、まあ、約35万スコビルと言われております。まあ、よく使われる、日本で使われる日本産のね、鷹の爪とか、の唐辛子に関しては、まあ、約ね、5万スコビルということですけれども、かなりの辛みが予想されます。はい、それではですね、行った人の感想を見ていきましょう。四ツ谷にあるエル・アルボル、メキシカン料理美味しい。ハバネロの肉詰めが絶品。めっちゃ辛いけどまた食べたくなる。もう食べたい。ああ辛すぎて涙めっちゃ出たけど食べたい。ハッシュタグ飯テロというお便りが上がっておりますけれども、はい、それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。あ、はい、それでは早速中入ってきたんですけども、こちらメニュー表ありますね。メキシコ料理を代表するタコス、あとブリトーなどなどありますね。まあ、スパイシーで、ピリッと辛いスパイシーなメキシカン料理がさまざま名を連ねております。で、こちらありましたね、ハバネロメニューということで、ついに生ハバネロがメニューに登場。入手困難なためなかなかメニューに載せられなかったハバネロ、メキシコの激辛食材、世界一と言われている、それがハバネロです。まあ、世界一というか、まあ、そうですね、まあ、世界トップクラスに辛い、ハバネロを指導しているということで、まあ、辛くないメニューもありますので、ぜひいろんな方挑戦してみてはいかがでしょうか。で、一応ですね、こちらの店主の方はですね、メキシコ料理一筋、約40年近くのメキシコ料理を研究されていて、本場のメキシコ料理を日本人に合うようにいろいろ研究されてたみたいです。いただきます。さあ、ハバネロの肉詰めとエビ炒め、お手並み拝です。うお、楽しみですね。もうハバネロをふんだんに使っております。せっかくメキシコ料理ですからね、生サボテンジュースをチョイスしました。ちょっといただきます。アミーゴ、おいしいな、これ。アロエっぽい味がしますね。おいしい、これ。これはいけます、黙りません。すごいな。じゃあちょっとまずエビ炒めの方からいってみましょうか。いただきます。これは赤いのがこれハバネロですね。まあ、しっかりこれ種も詰まってます。じゃあいただきます。いってらっしゃい。うん、口の中をバンと突き刺す、さすがハバネロのパンチ力がありますけども、もう顔の周りが一瞬で熱くなりました。強烈なして、この緑色のこれパクチーですね。ハバネロってちょっと結構ね、足りるとこう苦味とかを感じやすいんですけど、それね、程よく、抑えつつ、辛み、強烈な辛みと、エビがマッチして美味しいですね。これは強烈だわ。
ちらもハバネロの肉詰めをイメージで言うとね、このピーマンの肉詰めを、まあ、辛くしたバージョンですね。まあ、ピーマンも唐辛子も同じ、部類なんですけども、強烈。はぁ。うん。エビ炒めよりやっぱハバネロのこっちの肉詰めの方が辛いね。やっぱハバネロの使ってる面積が多いですからね。面積っていうのはあれですか、量ですか。ちょっとこれちょっと一旦、はい、先にこっちのエビの炒め、香りがいい。このパクチーとマッシュルームの香ばしいですね。残りはハバネロの肉詰め5つ残すところわずか。最後はこの激辛ハバネロを食べて、この激辛バトルにキリをつけたいと思います。カレー、口の周りがもうビリビリのバーバーのジャスティン・ビーバーでございます。ごちそうさまでした。それではカサルビの発表していきましょう。エルアルボルさんのハバネロ肉詰めとハバネロエビ炒め、はい、それぞれ発表しましょう。それではまずハバネロの肉詰めから次エビ炒め、はい、それぞれ発表していきます。カサルビでジャラララララジャン8と6です。はい、いいようになります。はい、まずね、ハバネロのエビ炒めの方からエビやら、あとパクチーですね、あとマッシュルーム、非常に、ね、こう香ばしく、美味しく食べました。辛さ的にはでも肉詰めよりこう劣りますけれども、まあ本当にエビもねプリプリで、美味しく食べました。はい、続いてハバネロの肉詰めなんですけども、こちらはねもうあのハバネロの使ってる量が多いですので、結構ね10個入ってましたからね。10個というか半分に切ったのまあ5個か。やっぱ辛かった、辛い、ただ辛いですけどちゃんと美味しい。肉詰めピーマンの辛い版みたいな感じで、ね、非常に美味しかった。ソースもね、
非常に香ばしく、美味しく食べれたかなと思います。ただね、これやっぱりね、ハバネを使っておりますから非常に辛みが強いので、まあ、空腹で食べないことと、空腹で食べるとね、多分結構お腹とか痛くなったりとかしますんで、なんかお腹を入れてから、あとはまあこういったこのハバネと一緒に乳製品摂取して、挑む方がいいかなと思います。今回ね、ハバネのメニューを頼みましたけれども、別にね、激辛料理屋さんではありませんので、ね、あの冒頭紹介した、まあ、タコス、そしてブリトーなどなど、メキシコを代表するメニューが、食べれますので、ぜひ、メキシコ料理好き、そしてね、辛いもの好きの方はぜひいらしてみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただき、あるいはこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。グラシアス。